そしてバッターボックスから背番号24番高橋由伸選手であります。さあ、どういった投球で何になりましたか。それでグランモーションになりました。三浦さんになりましたけど、今年はさあ始球式であります。あ、中国で9分お最後サインの覗き変わりですね。ちょっと見てます。あ、ブルペン入って、いや本当ブルペン今日入るまで本当に届くのかなとか、やっぱりこうノールックなんでコントロールが全然効かなくて、下に落ちたら最悪だなってそのすっごい思ってたんですけど、ブルペン入って練習しながら岡島選手が直々に教えてくださいまして、そしたらここの開きでこのタイミングで頭下げるんだよとか、ここを見てこっちのキャッこのグローブをこっちに向けてここから引くんだとか、前転をする感覚で前の目に行くんだとかっていうのをすっごい細かく教えてくださって、本当にそのちっちゃいことでめちゃくちゃ球のスピードが変わったり、このコントロールが効くようになって、先生と思いました。本当にすごい、本当に今日この伸びしろというか成長ができたので、もう岡島選手のおかげです。本当できました、感謝です。点数正直言うとまだ始球式やったばっかりで見れてないんですね。ノールックなんで球の先がどこに行ってるのか分からなくて、今自分の中ではもう100点なんですけど、多分見直した時に多分40点ぐらいだったらどうしようかなって思う感じです毎年毎年挑戦していて毎年難しいんですけど、なんかそのために徳光さんだったりそのブルペンで教えてくださる先生選手の皆さんだったり、なんかここの場所自体が東京ドームこの場所自体がこの時間が毎年恒例の感じがして、なんかなんて帰ってきたっていう感じがして、勝手ながらそれがすごい楽しくて、家族も友達もすごい喜んでいて、なんかあとピッチャーのその選手投手の方にすごく注目するように毎年なっていて、やっぱり見方が変わってきます、毎年毎年。私やっぱり去年よりも球のスピードが変わってきて、自分の中でもあれ私もしかしたらもっと早く投げられるんじゃないかなとかって自信を持たせてくれる時間です。楽しいです。今日お食事はまだされてないですか。そうですね、まあ火曜日の10時にフレンチでも食べようかなって感じですすいません。こんなレストランなんでしょうね、なんだろうな。でも私ベトナム料理とかそういうアジア系の食べ物が好きなので、なんかテイクアウトもできて、しかもその場でも食べれて、でコースもできるけどハーフポーションもできるみたいな、なんかこうカジュアルすぎないアジア料理のでもテイクアウト OK のお店が本当にあったりのにってずっと思ってたので、だったらもう自分で作りたいって気持ちにはなってるんですけど、全然そんな実現はしないんですけど、なんかそれを思います。あったらいいなって、あったらぜひ教えてくださいヘブン極楽レストラン毎週火曜夜10時から放送です。肩の力を抜いてまた今日もお疲れ様、明日も頑張ろうと思ってもらえると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします